ノーリーシ元祖邪道渓流アンディです。今日もイワナのストークスポイントやってまいりました。今日はですね、結構流れ早くて、まあできても今ちょうど4時半なんですけど、30分ぐらいやっていきたいと思います。今日は流れが早いので入れれるポイントが1箇所か2箇所しかないと思うんですね。まあ多分1匹釣れればいいと思うんですけども、今日もモンスター釣っていきたいと思います。今の時期ですね、ちょっとクマが怖いんですよね。この間もクマに会いましたし、秋になるとクマの活動が活発になってくるので、こういう里側でやってた方がまだ安全ですよね。それじゃあやっていきましょう。Let's fish in。 今日も使うのはメテオーラ君です。ワカサギカラーですね。今日流れ早いですね。相当早いですわ。入水したくないですね、こういう日は。危ないので。今日は流れが早いので、そこにつけないと厳しいですね。この流れを利用してナチュラルにドリフトをかけたいと思います。ちょっとスチールヘッドを釣るときみたいにトローリング方式ですね。今日はちょっと1箇所で粘っていかないとポイントが少ないので、今日はサイドから狙わないとちょっと流れきついですね。 この辺からやらないと。前日のもう増水増水ですわ。ここは後でやりましょう。一回上行きましょうね。この速さだと魚も追いかける気にならないかもしれないですね。濁ってはいませんけど、笹濁りぐらいですね。本当に今日ポイント少ないわ。できるだけ流れが緩やかなところを狙って泳がしたいと思います。あ、出た。でかい。マスターいる。マスターです。あ、いる。でかいの。あー、いる。よし、シャッカミポイント到着です。まず手前の浅いとこから軽く調べてみますね。来た。あー、いるわ。でか。います。いっぱいいるけど流れは速い。よし、こっちか。メイン、今日のメインです。ここです。いるだろう。おっしゃ、来た。軽いな。来ました。流れに負ける。重たいっす。重たい。あー、テンパるなー。おっしゃ、よし。よっしゃ、やり来ましたよ。今日も柵岩だ。いつものポイントですね、この計測ポイント。
ばっくり行ってますね。あ、外れてました。よかった。よし、いい魚じゃ。この間釣った気がしないでもないけど、メスですね。これは、限りなくヤマトっぽい日光ですね。白い斑点が少ないので限りなくヤマトですけど、じゃあサビサビ君にかかっていただきましょう。37ですね。37.5 か。よし、ありがとうございます。よし、リリースしていきましょう。これはね、ネットからじゃないとね、ちょっと難しいんですよね。はい、入って。あーっと、はい、ありがとう。すげえ、ドラグガチガチでやってました。ガチガチでもちょっとこの流れだとギリですね。切れるかと思いましたけど、もうフックがボロボロでございます。連日釣ってますので、もう一丁いけ。おっしゃ、餌をね、確保できるところはこの緩いところしかないんでしょうね。今度は深めを狙います。おっしゃ、来ました。おっしゃ、来た。おーし、ガチ日光ですね。さっきのやっぱヤマトだったな。これはガチ日光っす。24ぐらいですかね。久々に尺じゃないの釣りましたよ。今日も GoPro 電池切れでした。あんま持たないですね。結構低解像度で撮ってるんですけど、1時間持たないんで30分ぐらいですかね、持つのが。おかしいですね。なんか今度このなんか外のこうマイクのやつをあのつとめんさんに借りたんで、あ、つとめんチャンネルぜひ見てみてください。すごい正統派のチャンネルでございます。僕と違って正統派なんで、あの正しい釣りが見たい方はそちらへどうぞ。あのこれをつとめんさんが借りまして今使ってるんですけど、すごくいいんですけど、あのバッテリーがなんかすぐ切れちゃうんで、ちょっと使い方間違ってるんですかね。あとそれとこれ、最近 DIY しました。こちらはですね、1万5000円ぐらいするあの有名なやつありますよね、折りたたみの。これも折りたたみできるんですけど、なんていうんですかね、なんとかちょっと名前忘れましたけど、いいやつ。あれがですね、僕買えなくて高すぎて。これがですね、1000円のアユダモですね。いくらだったかな、800円とか900円で売ってるんですけど、このやつ。これは折りたたみでここに収納できるようになってるんですけど、でこれにですね、これプロックスの、これも1000円ぐらいなんですけど、プロックスのこの、 あのゴムのネットをですね、ここに取り付けまして、ここにマジックテープ、
で装着しました。これ結構いいんですよ。これトータル2000円以内でこれできちゃうんで、すごいおすすめです。これは概要欄に貼っておきますんで、ぜひやってみてください。じゃあアンディでした。またお会いしましょう。